はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。前回お話しした通り、こちらですね。じゃじゃんとね、はい、出た、BWFC、これは造形展開地の世界大会ですね。そちらの、悟空、こちらはね、この中澤さん、うん、この人がね、造形してるやつです。中澤さんはね、ほんとね、悟空の造形がめちゃくちゃいいんですよ、うん、なのでね、もうこれはすごい期待してるんですよね。まあ実際ね、これは、ゲームセンター、近くのゲームセンター行きまして、実物をね、ちょっとチェックして、うん、でね、わこれすげえいいじゃんと思ってね、ちょっとねさすがに我慢しきれずね、一応ね、両替機、うん、両替機の方行きまして、2000円分ね、一応100円玉に両替して、そのまま、帰ってきました。はい、ということでね、これはね、取ってきたんじゃなくて、買ってきたんです何しに両替したのかっていう話ですけどね、100円玉貯金ということで、はい、でね、早速ねこれを開封していきたいと思います。実際にもう開封して、袋の状態まで持ってきてますんでね、見ていきましょう。はい、まずはね、台座ですね。はい、で、如意棒、で、ヘルメット、すごいね、小物がある。で、下半身、で、上半身といったぐらいですね。はい、こういう構成です。はい、早速ね、組み立てて細部まで見ていきたいと思います。はい、ということでね、組み終わりました。では見ていきたいと思います。こちらです。半端ない、これマジで半端ない。いや、中澤さんすげえな、もう。いやね、もう多少ね、もう劣化するのはしょうがないと思ってたんですけどね、製品版は。でもね、劣化は多分してるのかもしれないけど、全然もうそれを感じさせないぐらいのクオリティ。うん、もう足とかのこのウェザリングとかね、汚しとかも入ってますし、もうここら辺もね、もう自分で本当は、多分何もされてないだろうから、もう墨入れとかウェザリングとかしちゃおうかなと思ったんですけど、これする必要はないですね。うん、本当このまんまでも十分。まあ実物見ないとわからないかもしれないですけど、すっごいね茶色くウェザリングされてて、いやこれいいね。で、小物類もね、これ細かいね。こういうポーチとか、こういう拳銃とかもね、悟空には全く必要ないですけどね、拳銃でもいいですね、レザー感がすごいある。で、この顔そっくり、めっちゃそっくり、いいねこれね。で、後ろにはね、水筒が、ついてますね。これも細かいな、小物類がすごいついてる。うん、こう紐もね、うん、で、如意棒もね、もういい感じに、うん、で、小物のかなこれ、はい、ヘルメットね、ヘルメットもすごい、中までねしっかり作られてるんですよ、中の構造も。いやこれマジですごいな、久しぶりに来たね、あたり造形展開地で久しぶりに来ましたよ。あのね、ひょっとこ口の悟空と並ぶぐらいのいい出来ですね。これはね、
本当ここら辺にこうかけるぐらいなんですよね、うん、こういう感じで、はい、いやこれはすごいな本当。いやめっちゃすごいわこれ、本当ね市販品のレベルに到達してますよね。いやーこれはすごい、まあ、このね実際原作には出てこないコスチュームなんですけども、一応ね原画とかそういうのでは残ってるんですよね、この服装の悟空が、まあ、多分今ねちらっとあの画像出てると思いますけれども、それをね、ちょっとポージングを変えてこうしてるっていうね、まあ、中澤さんのコメントにも書いてあります、はい、なのでね実物を手にして、まあ、パッケージを読んでいただければなと思います、はい、いやこれはすごいな。いやこれはねもうあのコレクション確定ですねもうね、うん、これは普通にこう置いてもいいですしね、うん、いやこれはいいね、これはいい、最高、はい、ということでね、今回は、久しぶりにプライズ、いやーこれ当たりですよ、うん、まあねぜひ皆さんもね機会がありましたら、まあ自分と同じく購入してもいいですし、現地行って取れるようでしたら取ってもいいですしね、うん、ぜひね手に取ってみてください。マジでおすすめですこれは、うん、はい、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひねこの動画を見て、よければ、グッドボタン、あとねコメントいただければなと思います。ではね今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。